アサシンクリードユニティは UBI ソフトより北米において2014年11月11日、日本において2014年11月20日発売のゲームソフト。アサシンクリードシリーズ8作目の作品である。2013年に発売されたアサシンクリード4ブラックフラッグの続編となり、また北米で同日に発売されたアサシンクリードローグとのストーリー上のつながりも有している。 舞台はフランス革命中のパリ。シングルプレイでは革命の影で暗躍する勢力の正体を暴くため奔走するアルノドリアンが主人公となる。ゲームプレイでは既存の3人称視点のワールド探査が踏襲されているが戦闘パルクールステルスシステムの刷新が図られている。またマルチプレイではシリーズ初の協力プレイが導入されストーリーや ワールドマップでの探査などが含まれている。公式サイトのストーリーより引用。2019年4月15日に発生したノートルダム大聖堂の火災を受け、以前の大聖堂の美しさを知ってもらいたいとの理由から UBI ソフトは同年4月18日から1週間限定で本作の PC 版の配布を決定。さらに UBI ソフトは ノートルダム大聖堂の修繕のために50万ユーロを寄付することを明らかにした。発売直後から世界中の PC 版を含む多くのプラットフォームでフレームレートの低下、ゲームのクラッシュ、突如としてプレイヤーキャラクターが地面の元に落下するなど様々なバグがユーザーから報告され大きな騒動となった。UBI ソフト側は正式にこれらの不具合を認め、 パッチの制作に取り掛かると同時に UBI ソフトモントリオール CEO であるヤニスマラがブログ上で謝罪する事態となった。さらにお詫びとしてシーズンパス購入者には同社の他作品のうち一つのゲームを無償で提供、単体での購入者には DLC 第一弾であるデッドキングスの無償配布を発表し合わせてシーズンパスの廃止を決定した。また、 UBI ソフト側がメディアに対して本作のレビュー公開をリリース後12時間まで禁止する措置を取ったことも問題視されたため UBI ソフト側はレビューポリシーの改定を検討しているとした。これらの一連の騒動により UBI ソフトの株価は本作リリース後8週で一時9.12%下落した。ありがとうございます。